ブロードキャストストームが発生するネットワーク構成の例ブロードキャストストームとはコンピューターネットワークにおいてブロードキャストが際限なく転送され続けることによって起こるネットワーク障害の一種である一般的な原因はランケーブルの配線においてスイッチングハブ同士を万全と接続しループを形成してしまうことによるものであるブロードキャストストームが発生した場合 異常な量のブロードキャストが通信帯域を占有し必要な通信が途絶する場合がある。ブロードキャストはあるセグメントに接続されている全ての機器に対して配信することを目的とした通信であるためブロードキャストを受信したネットワークスイッチは原則として全てのポートにブロードキャストを転送する。しかしネットワークがループ構成となっている等の理由により 転送したはずのブロードキャストが戻ってきた場合、一般的にスイッチングハブは戻ってきたパケットであることを認識できないため、当該ブロードキャストを再転送する。こうしてブロードキャストが再現なく転送され続け、その通信量は新たなブロードキャストが発信されるたびに増え続け、時としてスイッチングハブの処理能力の限界を超えてしまう。 ブロードキャストストームの対策としては以下のようなものが挙げられる。マネージドスイッチが必要となる場合もあるが、簡易的なものであれば安価なスイッチングハブでも実装している場合がある。代表例はスパニングツリープロトコルやイーサネットリングプロテクションスイッチングである。ネットワーク構成を把握するための制御信号をスイッチングハブ間で操縦信し、ループを発見した場合は、 ポーートをを論理的にに閉塞すするる等よりルプ放一般的な用途であれば、ブロードキャストがネットワークの帯域を広く占有することはないため、ブロードキャストにおいて使用できる通信帯域をあらかじめ十分に狭く設定しておき、ブロードキャストの量が敷地を超えた場合は、ブロードキャストを転送せずに破棄することにより、ブロードキャストの異常な増大を防ぐ。 ブロードキャストストームとは IT 用語辞典。IT 用語辞典 EWARS 2020年9月26日閲覧。ありがとうございます。